食べよう。あ、結局しゅんちゃん甘いのにしなかったんだ。あ、二段目はするつもり。あ、そういうことね。そう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 。うれぴー。おせま。おせまよ。おせま。よし、食べよう。いただきます。いえいえいえい。いえいえい、もう早速、もう卵割ろう。うん。思ったより。あ、半熟じゃない？いや、でも半熟よ。熱そう。なんで急に湯気が立ってどうしたの？なんで急に湯気が立ち始めたの？熱々が食べたかったから、電子レンジで。何ですか？中が焼けてなかったでいいですよ。焼けてなかったんでしょ？はい。ごめんなさい。あ、でもほら、もうちゃんと火通りました。大丈夫。そりゃそうでしょ、電子レンジやったんだからさ。ごめんなさい。うん、おいしい。納得いかないんだよね。本当に。なんかさ、どうなんだよ。いや、わははじゃなくて。感謝しております。ありがとうございます。いや、それでも納得いかない。はぁ？はぁ？俺も納得いかないんだけど、そんなの。うん、うまい。あ、このセットも美味しい。うん、美味しい。今日はこれからね、下北沢に行くから。何しに行くの？もち丸の。うん。狂犬病の注射。ああ。頑張ってもらわないと。うん。お茶でしていこう。頑張ってください。なんでよ。何が？父ちゃんがよ。何がよ。なんで本人望んでないのにおしゃれ強制されなきゃいけないのよ。だってさ、新たな自分に生まれ変わったんだからさ。何言ってんだよ。新たな自分に生まれ変わった感想はどうよ。どこが変わったのよ。ほら、見てわかるでしょ、みんな。わかるかな？わかるよ。明らか違うじゃん。明らか違うじゃん、もう、ほんとに。まあ、実は、整形というか。うん。したんですね。やめて、拍手やめて。まあ、何をしたかというと、うん、なんか以前、ダイナさん、うちらのママが、うん。糸リフトを施術してて、あ、すごくいいなって思ってて、うん、ちょっと気になったので、うん、そのことを相談したりしたら、うん、やればいいじゃん、みたいな、うん。鏡見るの楽しくなるよとか言ってくれたから、うん、そうね、言ってた。よし、やろみたいな感じで、うんうん、やりました。ね。で、もう、どうか2週間ぐらい経ってるんですけど、うんうんうん、で、こんな感じなんですけど、まあ、今から、その施術とか、あと、翌日、まあ、2週間後ぐらいまで、撮ってきたので、うんうんうん、それを見せたいと思います。ね、はい。てか、もともとその、なんていうの、うん、まあ、なんか、二重顎とかは、あるのみんな知ってたと思うけど、あったりとか、僕、この動画を作って大体、まあ、5、6年経つけど、やっぱり、当初はまだ20代前半だったので、うん、で、今もう、今年30になるんで、やっぱり顔が違うわけですよ。当初に比べたら。で、そうなると、やっぱり、ちょっと、まあ仕方ない。年齢、まあね、劣化っていうのかな。まあまあまあ、まあ、するからさ、うん。まだ若いけどね。まあね。うん。じゃあ変わろうかな、みたいな。いや。変わろうかなっていうか、まあ元に戻そうかな、みたいな。わかんないけど。うん。いや、うん、そうよ。だってみんなそうじゃない？やっぱ年を重ねていくうちにさ、重力に負けちゃうからさ。そうなのよ。いろんなところがさ。そうなの。で、なかなか難しいじゃん。ダイエットするのもさ。うんうん、あと、肌のケアとかさ、たるみ取りとかさ、マッサージだけとかじゃどうにもできないところがあるから。うん、いいと思うよ。うん。で、今回、やったのが、うん、ワンデー小顔脂肪吸引って言って、うん、その糸リフトをして、うん、上に上げるみたいなのをやったんですけど、うんうん、多分施術前と今の感じだと全然違うので、ちょっと見てもらおうと思います。何？いや、もうほんとシュッとしたなと思って。横から見ても。なんか二重顎がさ、うん、やっぱ気になってたね、翔ちゃん。まあね、うん、まあね、まあね、うん。もうかなりなくなったよ。うんうんうん。よかった。ほんと、ここもさ、幅が狭くなったよね、顔の。やっぱ印象変わるよね。印象変わる。いいね、でも印象変わるんだけどさ、うん、なんか劇的に変わったわけでもないじゃん。なんていうの？ああ、はいはいはい。そうね。なんていうの、うん、顔が本当に小さくなって小顔になっただけでさ、あ、なんか言わなければさ、わかんないというか。なるほどね。うん。自然に小さくなってる。俺もやろうかな。いや、どうぞ。
見えなくなっちゃうじゃん、顔が。はぁ、あ。こんにちは、よろしくお願いします。すごいね。お城みたいな作りになってる。ね。なんかお城。カイラさん、この間来られたんですか？来ました。緊張する。まあまあ、大丈夫。どうですか？緊張してますか？緊張してる。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日お聞きいただく万年古文の説明からさせていただきます。万年古文とは、お顔の脂肪吸引と糸リフト、当院の強力なエセットの糸リフトを組み合わせた施術でございます。特殊な吸引管を用いて気になるお顔の部分、こちらの皮下脂肪を吸引し、除去していく施術となっております。脂肪吸引後にエースレッド溶ける繊維をお顔の見えない箇所から挿入し、皮膚を引き上げて固定します。何か脂肪吸引でイメージってお持ちでございましたか？なんていうの、バンドの包帯ぐるぐるみたいなイメージではあったんですけど。そうですよね。当院でその固定バンドがですね、実は不要となる施術となっております。結構その、ね、はい、皆様隊員様ですと結構固定バンドぐるぐるで、うん、結構腫れが強かったりとかっていう動画を見られたかもしれないんですけど、うん、固定バンドが不要なのが、エースレットといった強力な糸リフトを入れることで引き上げた状態で固定を行ってまいりますので、腫れだったりとか固定バンドが不要となりますのでご安心くださいませ。よかったです。ありがとうございます。あとはエースレットの説明をさせていただきますが、こちら当院オリジナルのエースレット溶ける繊維ですね、お顔の見えない部分から挿入して引き上げてまいります。あと半年から1年かけて吸収してなくなっていくもの、なくなったら完全に元に戻るわけではございません。繊維を肌の内部に投入することで、コラーゲンやエラスチンを生成してくれるので、吸収された後のハリだったり、弾力を継続してくれます。なんか、ダイナさんもね、受けられてるじゃないですか。動画も見たんですけど、なんか終わった後から全然痛みもないし、みたいな。なんかその後もね、ご飯食べに行ったとか言ってた。あ、そうですよ。直後からですね、お食事できますので、こちらもご安心いただければと思います。本日行うワンデーコガオは、局所麻酔と痛み止め点滴がセットになっておりまして、オプションで言うと、リラックス麻酔というガスの麻酔を、ちょっとお酒に酔った時のようにふわふわする感じで、痛みを抑え、緊張だったりとか不安を和らげてくれるような麻酔でございます。僕、顎がないと思ってんですね、自分が。なんか、ここをちょっとすっきりしたいなっていうふうに思ってるんですけど、はいはい、いけますか？そうですね、フェイスラインしっかり取っていきましょう。ここがすっきりするのが一番の、そうです、顎の二重顎とか。そうです、この正面見たときに、ここが下がってるのが嫌なんですよね。骨格的にちょっともしかしたら小さい骨格なので、ここの顎の部分がちょっと二重顎になりやすいかもしれないので、そちらもしっかり取れるように先生に。はいお話いたしますね。顔が小さいからなんだって。いかがですか？そうなんです。目鼻立もはっきりされているので、かなり、ビジュアルイケメンになると思います。もともとイケメンです。何か、ここら辺、スッキリしたら、されたいこととかありますか？もうちょっとおしゃれにいろいろなりたいので、今、頑張ってる最中なので、思い切りはっちゃけようと思って。ビジュアル洋服とかもやっぱりちょっと変わってくるかなと思うので、楽しんでいただければと思います。はい、そうします。ありがとうございます。はい、それでは本日、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もうすぐだね。ね。どんな感じになるか。楽しみは楽しみだけど。楽しみは楽しみ。もうカウンセリングの途中もめっちゃ緊張してさ、なんかもう、うまく質問できてなかった。どう？え？カウンセリング受けて。でも、すごくわかりやすくて。なんか結構しっかり説明してくれたよね。そうだね。
やっぱ不安じゃん。不安。手術受けるって。うんうん。大丈夫。大丈夫そう？うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。いろいろこうやったっけ？うん。いろんな人やってるから。あ、まあまあそうね。そう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 。ダイナさんも今日来てくれてるし。うん。ありがとうございます。とんでもないです。頑張ります。はい。最後ほら。もう今この顔とおさらばだからさ。はい。確かに確かに。うん。最後に、今のこの顔に。新しく、なってきます。はい。頑張ります。はい。はい。待ってください。はい。やります。お帰り、どう？一瞬だった。なんかわかんない。超気まずいって言うの。うん。歌えて。うん。そのままなんか、寝てた。もうすぐ寝たんだ。うん。途中で起きたりしなかった？しなかった。ああ、よかったね。変わってる？いや、変わってるよ。そっか。まだ今、あれなんですもんね。ちょっと。うん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 。これから、どんどん、腫れとか抑えて、うん。良くなっていくんかな。だいぶ取ったね。だってこの、ここもさ、内出血っていうか、してるの全部取ったってことでしょ、ここも。あ、全部。そっか。そうね。普通は違うもんね。そうだね。すごい。痛みはどう？今痛かったんですよ。全然ない。全然、おぉ、そうなんだ。うん。寝て、起きたら、はい、終わりでーす。びっくり、びっくり。ごめんね、待たせちゃったね。申し訳ないです。糸も入ってるもんね、だってね。ね。うん。なんか感覚としては、親知らず抜いた時の感覚ぐらい。ああ。俺の中では。うんうんうん。そう、さっきも言ってたね、写真撮らないのねって言わないね。なんか、甘い。いやなんか今回ダイナさんが先にやってたから、安心感。そうだよね。だってし分からないじゃない。身近でさえ話も聞けないからさ。うんうん。役に立てたようで。いや本当にありがとうございます。母としてね。今後もお願いします。東京の母。現実には千葉だけどね。美味しいね。普段食べない味。そうね。だってさ、だいぶ違うもんね。一回り小さくなってる。本当に、うん、本当に嬉しい。思ったより内食が進んでる上だった。うんうん。明るいところで見たらもっとね。うん。そうか。うん。でこれからもっとね、引いてくるんですよね。どういう反応？いやいや、なんか、で、今ご飯食べてるけどさ、全然違和感とかない。全然平気。口開けづらいとかない。いや、だから、なんか、歯医者で麻酔しましたぐらいのあれ。でも、本当、下向いた時の、この V ラインっぷりが、半端ないね。そうなん自分の顔をさ、見るときとかさ、ある程度顔を意識したっていうか、どうしたらいい？うん。うん。うん。いや、嬉しい。シュッとしない？うん、シュッとしてる。やば。やば。声とかめっちゃないもん。まあ、肉が。すごい。すごいよね。うん。すごい。すごいよね。こんなんって思って何十年ぶり？本当よ。本当に。このりょうちゃんがね、それでしょうちゃんが、ちょっとイケメンになりすぎたら、なんか他の人にね、なんか狙われるんじゃないかって、すごいね、心配されてた。嘘だろ。思わねえだろ、それ。でもね、動画回さないときに言ってたな。うん。そうよ。翌日です。どうですか？ゲー。わかんない。いつも酒飲んでるからなのかわかんないけど、朝すんごい顔がパンパンなんですよ。でもなんか、こんな感じです。俺の中ではすごくいい感じ。で、今はちょっと若干腫れてるみたいなので、これがどんどん、シュッて小さくなっていくみたいなので、ちょっともうちょっと期待しといてください。で、そもそも、やっぱそのフェイスバンドがいらないっていうのが、普通に生活してて助かる。だって普通にできてるから。そう。なので、もうちょっと、期待しといてください。3日目です。どうですか？小顔になってるかもしれないな。なんか特にここのライン、これすごくない？これ。ここのライン。
施術した直後はちょっと青くなってて大丈夫かなって思ったんですけど、もうほとんどない。内出血が少ないなって思ってます。ちょっとこれからどんな感じになっていくか楽しみです。うん、まっ。うん、まっ。なんで黙ってんのよ。一人で撮るのかなと思ったんじゃん。いない風にする必要もないじゃん。だってなんかさらっと始めたからさ。あん？うん。食ってばっかりなんだけど、もう最近。気をつけなよ、せっかく。せっかく小顔になった。分かってる。その分動くからさ。うん。でもなんか、ほんと、横の方がさ、うん。むくみがだいぶ引いて、ほんとシュッとなったよね。ここね。うん。うん。両方とも。そうなのよ。そうなの。でもまあ、まだちょっと若干腫れはあるから、これが、もう少し経てば、そうね。なくなるかなって感じ。もっともっと、むくみもなくなって、うん。くるんでしょう。うんうん。5日目です。どうですか？横はだいぶもう、いい感じなんですけど、あと、ここかな？どうかな？小顔になったかな？いや、でも、まだこの5日目だけど、そんなに腫れないもんなんだって思った。すごくね？マジで。ちょっと、正直最初はどんなもんか不安だったんだけど、なんか身近な人たちにやってみたらって言われたので、やってみて、ちょっと僕は感動してる。嬉しい。はい。1週間経ちました。いや、いつまで飛んだよみたいな感じなんだけど。ラスト、次が最後ぐらいまで撮ろうと思います。多分、だいぶいいんじゃない？うん。ね。むくみがさ、全体的にもうだいぶ引いたよね。うん。いい感じ。いい感じ。だって最初のさ、写真撮ったのと比べるとさ、うん。全然。そうだよね。二回りくらい顔が小さいもんね。そうだよね。うん。なんか、どうなんだろう。ちょっと、こうやって小顔になれば、自信持てたりするものかもしれないね。うんうん。いや、そうだと思う、本当に。あれだよね、一週間経ったら、もう湯船とかに使ってもいいんだもんね。そう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 、そう、らしいよ。うん。というわけで、2週間目が経ちました。はい。どうでしょうか。なんか今回思ったのは、まあ、腫れが少なくて、施術直後からいろんなことができたっていうのがすごい僕は助かるなって思ったし、ダウンタイムがほとんどないなっていうのと、やっぱフェイスバンドがいらないっていうのがすごく今時というか、いろいろ進んでるなってすごく感じました。で、やっぱ何よりも、ちょっとずつ顔がさ、シュッとしてくるから、なんか自分のに自信が持てる風に思えてきてて、鏡で顔を見るたびになんか、あ、今日もしっかり小顔だななんて思ったりするわけですよ。それが嬉しかったりするなってすごく思います。で、なんかやっぱり最初、まあ、脂肪吸引して怖いなとか思ったりしてたけど、なんか全然怖いものなんてなかった僕にはね。みんなに。どうですか僕の顔は。俺もうもち丸と同じぐらいじゃないですか。ほんとよ。もち丸と同じくらいも。はいはい。ここがない。あんたはどうですか？いや、本当にね、日に日に小顔になっていくのがわかるんだよね。うん、すごい。なんかもう、ちょっとやめて。いい隣に並びたくないから。やめて、はい。まあまあまあ、うん。施術してくれた先生も、うんうん。すごくかっこよくて。ね、イケメン先生だったよね。うん。先生のリンクは概要欄に貼ってますので、ぜひ、うん、確認してください。はい。なんか T シャツみたいじゃん。ああ、確かに。